はい、ナイスフォー。よっしゃー、はい、ブルペンに入ってもらって、投げてもらいます。
スボー。 100% 全力出せなかった方もいると思いますが、それが全てじゃないので、守ってる時とか、ダウンしてる、アップしてるとか、そういうところ、細かい気配りとかいろいろ見てますので、野球はチームスポーツだっていうことだけは忘れないように。大会の時にはお伝えしたように、この軟式野球を普及させて、発展していこうというところの、活動はですね、これからも、ぜひですね、皆さんも一緒に盛り上げていければと思っております。軟式野球をね、楽しんでやるっていうことが大事だと思います。で、まあ、僕が常々教えてることは、やっぱり高いレベルで野球をやるということと、やっぱり野球って人間成長だと思ってますので。本日はありがとうございました。